皆さんこんにちは、ひなです。今日はですね、最近購入した春服をご紹介していこうかなと思います。点数がすごい多いわけではないんですけども、多分ね、またこうこまめにちょこちょことお買い物は春ねしていくんじゃないかなと思うので、まずは第1弾っていう感じで今回ちょっと5点あるのでご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで動画を見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、それではですね、早速ご紹介していきたいんですけども、めっちゃ可愛い。本当に先月ぐらいからすごいね、ネット見てたりだとかウィンドウショッピングしたりして、あ、可愛い、早くあったかくならないかなみたいな感じで思ってたんだけど、ちょうど1週間前ぐらいからね、だいぶあったかくなってきて、スウェット1枚とかね、軽めのアウターとかで外に出かけれるようになってきたので、すごくね気分も高まっているんですけども、これから紹介するものも全部実際にもう着てお外に出かけたりとかもしているので、ちょっとまあ着心地だったりだとか、そういうところもお話ししていけたらなと思います。まず1点目なんですけど、1点目はこちらです。はい、このね、大きめなストライプのノーカラーのブラウスなんですけども、トゥデイフルで購入しました。もうね、トゥデイフルめちゃくちゃ可愛くって、もともとずっと昔からもうそれこそ高校生ぐらいの時から好きなブランドなんですけど、毎回もう可愛いってなるんだけど、特に私春夏すごく可愛いなって、好みのものがめちゃくちゃ多くって、でその中でこのノーカラーのシャツをまず選びました。カラーがこれね3色ぐらいあって、ベーシックな感じの色と、あとブルーとこれがあったんだけど、ブルーはよく持ってるっていうのもあって、でベーシックも白とか持ってるしってことで、ちょっと挑戦でこのね、白に赤のストライプのシャツを買ってみました。めっちゃ可愛いんですよ。ですごい大きめ、ほんとオーバーサイズになってて、後ろがこう長めでゆたっと着るような感じのものになってるので、全然ね、私身長162センチくらいなんですけど、1枚で着てワンピースぐらいの丈感で着れちゃうかなって感じになっています。でこれは、夫と妹とね、ちょっとカフェ巡りに行った時に白のスカートで合わせてきたんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。パンツで着てダボッとこうメンズライクに着ても可愛いし、スカートで合わせてレディーライクに着ても可愛いですし、1枚でこうキャミソールの上からさらっと羽織ったりとか、これからしても素敵かななんて思ってます。であとは重ね着とかしても可愛いんじゃないかなって思うので、あえてすごいオーバーサイズだから、もうちょい大きめのダボッとしたスウェットとか、そういうのとか重ね着してチラッと首元とかもね見せてあげると可愛いんじゃないかななんて思ってます。袖もちなみにこんな感じ、まあ、シャツなので若干どうしてもシワにね出かけている途中になったりとかはするんだけど、まあもう私はそれより可愛さが勝ってるなって思うので、あまり気にせずに着ております。ちょっとこうハリ感のある感じのものをね、まずは買ってみたっていう感じでした。続いて2つ目もね、実はトゥデイフルでお買い物したものです。そう、さっきのアイテムは実はネットで購入したんですけど、こちら2つ目はもうシンプルな白のこういうね春のアウターなんですけども、これは福岡の、トゥデイフルの店舗で購入しました。これはパッてこう店舗ねいろいろ見た時に、え、可愛いってなって、でそしたらその時夫も一緒にいたんだけど、夫がえ、めっちゃいいやんって言って、結構ね珍しいんですよ、夫がそうやって言うこと。あのね、割と私自分が好きなものを着るし好きなものを買ったりするんだけど、夫とそうやって出かけた時は反応がねあるんですよね。そうだから結構意見は聞いて買ったりすることとかもあるんだけど、珍しくすごい反応が良かったから、え、じゃあ買おうかなとか言ったら、え、いいやいいやんってすごい乗り気にねしてきたから買っちゃいました、はい、でこれねすごいシンプルなんだけど、ちょっとこうこれもまたメンズっぽい感じかな。割とこれの特徴で言うと、ちょっとこう張り感があって、でショート丈ではないんだけど、バランス的にはダボっとしたパンツと合わせたりすると可愛いかななんて思ってて、ファスナーがねこうやって見えない感じの仕様になってて、ダブルチャックっていうのかな、上とこの下も開けれるような感じになってます。だからもちろんこうやって上をね開けてもいいし、中のインナーをちょっとこう見せれるような感じのものとか、例えば着たりして、こういう風に下を開けてきたりするのもめちゃくちゃ可愛くっていいなと思って買ってみました。で私自身去年の秋ぐらいにちょっと軽めのこういう白のアウターをね、これじゃん、パフジャケット、ザラで購入してたんですよ。こんな感じのね、
で、これもすごい全然今でも着れるし、これはボタンなんだけど、よく着たりもするんだけど、これめっちゃ使えたんです。もうとにかく軽いし、でやっぱりこう動いたりするんで、すごいそういう時に使えるなと思って、今年の春もたくさん着ようと思ってたんですけど、またこういうね、ちょっとさっきのに比べたら少しこうかっこよくカチッとした感じのアイテムになるので、お洋服の雰囲気に合わせてこの2つ両方ねちょっと組み合わせて、いろいろコーディネートを楽しみたいなと思って買ったっていうのもあります。もう間違いなく着てる、結構着てるかもこれ最近。もうさらっと、これはトップスですね、長めのロンティーとか着て袖をまくったりしてもすごく可愛いのでいいなと思ってます。こんな感じの、なんかね、気分的に春でこういう淡い感じのカラーとかもすごい好きなんだけど、なんかちょっとこうメンズライクみたいな感じがやっぱここ最近自分の中でしっくりきてるっていうのはありますね。では続いて3つ目なんですけど、3つ目はこちらです。ちょっとこれは暗めな感じにはなるんだけど、透け感のあるこういうまたねシャツです。はいもうね、多分ねすごいシャツ好きなんですよ本当に春は。あのルックブックとか見てくださってる方はわかると思うんですけど、本当にシャツばっか着てます。すごい好きなんですよ元々からね。はい、でこれは購入したのが割と結構前になるかな、もう、2月頭とかくらいに購入した気がするんだけど、これは、大好きなブランドですね。こちらもビューティー&ユース United Arrows で購入しました。これね、母と妹とこれも買い物行った時に見つけて、カラーがこれも白とか淡めの色が確かあって、その中で私はこのちょっとネイビーグレーみたいな色に惹かれてこれを選びました。もう母と一緒にこう見てて、めっちゃ可愛いねとか言って、そうで、めっちゃ面白いのが、私がね可愛いなこれって言ったら、いいじゃんいいじゃんって言って、買えないよみたいな、着らんくなったらちょうだいねとか言って言われたから、いや着らんことなんてないよって言って、はい、まあ、ちょっとそんな親子のエピソードがあったっていう余談なんですけどもよくなんかね、そんな感じで母親と買い物するときはなんか漫才みたいな感じにしながらお買い物をしてます。はい、で話を戻しまして、このねシャツなんだけど、サイズがこれも一番最初の感じと一緒でオーバーサイズなシャツになってて、まあちょっと違いで言うと、こうもちろん襟がこうやってついてるっていうところになるかな。でこう透け感があるんだけど、このさまた張り感のあるちょっとこうオーガンジーっぽい感じがまたすごく可愛いなと思って、もうこれはシンプルに下はもうカップ付きのキャミソール1枚で着て、で淡めの色のデニムとかすごく可愛いんじゃないかなって思うので、そういうので合わせたりとか、白のパンツとかで合わせるとすごい可愛いなと思って着ております。もう1枚でさらっと着て、ボトムス片方インとかしてめっちゃ買うんじゃないかなと思ってきたりしてるんだけど、シャツって結構カジュアルになったりとかもねするものもあるんだけど、こういうねちょっとツヤ感のあるもので大人っぽくモードな雰囲気にしたいなって時はこれを着たりしようかななんて思ってます。でもスカートで合わせても可愛いでね、万能に使えそうだなと思って買いました。はい、では続いて、4つ目なんですけど、4つ目はこちらです。こんな感じのパンツを買いました。スラックスですね。これはですね、2月ぐらいに東京にソイルさんのポップアップで行ってたんですけど、その時に絶対私ね東京に行ってお買い物するってなったら行くのが H Beauty and Youth なんですよ。そもそもすごい好きなんだけど、やっぱり福岡には店舗がなくって、だいたいネットで見るか、福岡のユナイテッドアローズですね、 Beauty and Youth で置いてあるものを手に取って見るかとかぐらい感じだったから、やっぱこうずらっとあるのを見るとね、あの空間行くとすごいテンションが上がるんですよ。めっちゃ可愛いのたくさんあるからよく見たりするんだけど、そこで購入したパンツになります。これはねもうすごくね一目惚れしました。まずねこのツヤっとした感じの生地感わかるかな、レザーじゃないんだけどレザーっぽくも見えるんだよね。それにまずすごい惹かれたんだけど、色が黒っぽく見えるんだけどこれネイビーです。でこのウエスト部分がまたねすごいさらに可愛くって、ボトムスをこういう感じでトップスをこうやってインした時とかにすごい可愛いなと思って選んだんですけども、まあ、その時はちょっとまだね肌寒かったから、まだ1回しかこれ履けてないんだけど、これからはシンプルに白 T 1枚にこれとかそういう感じでもうインしてこれにパンプス合わせてみたいな感じでコーディネート楽しみたいななんていう風に考
考えたりもしております。で、基本的には、まあ、真冬はちょっと無理かもしれないけど、割とオールシーズンは着やすいんじゃないかななんて思っているので、今だったらさっきみたいにシンプルなトップス1枚とかシアーのトップスに合わせたりとか、あとは夏になってきたらもう白 T 半袖ですね、無地の半袖の白 T 合わせたりとか、キャミソール1枚にこれとかで合わせたりするとすっごくすっごく可愛いんじゃないかなと思って、もう早くあったかくなってほしいと思っております。やっぱりなんと言ってもね、このウエストマークの部分ですよね。すごいこのデザイン性があって、私は基本的にボトムスインしたりすることも多かったりするんで、シンプルにもこのパンツ1枚合わせれば着こなせちゃうっていうところが惹かれて購入を決めました。はい、もう本当にまさかの出会いですごい良かったです。では一番最後ラストなんですけども、こちらです。またこれもちょっとベーシックな感じのアイテムにはなるんですけども、オーラリーのスウェットを購入しました。これもね、一目惚れこれもさっきのパンツと一緒で東京の H ビューティー&ユースで購入したアイテムになるんですけど、めっちゃ可愛いんです。これがもうね、オーラリーもそもそも生地がめちゃくちゃいいじゃないですか、やっぱり。で、色とかも絶妙なものが本当に多くって、こうやっぱセレクトで置いてある店舗で福岡だと見ることが多くて、東京でもねこう見てた時にあって、でこれね実はメンズのアイテムなんですよ。なんかレディースもありますかって店員さんに聞いたんだけど、レディースだとこの色がなくって、なんかオーラリーの実店舗に行けばあるかもしれないですっていう風に店員さんに教えてもらったんだけど、まあ、どうしようかなと思って一回試着しますって言って試着させてもらったんですね。で来た時に、私これ実は4っていうサイズを今回購入したんですけど、一番最初試着した時に3っていうサイズを着用したんですね。メンズで言うとだいたい S サイズぐらいに当たると思うんですけど、まあ、ダボっとオーバーサイズで着れるような感じで、すごい可愛かったんです。でも、まあ、夫もその時いて、夫も可愛いねなんて言ってたから、え、これ一緒にもしかしたら兼用で着れるんじゃないって言って、でもそうなると3はちっちゃいよねってなって、じゃあ4着てみようかって言って私着てみた時に、夫は問題なく、もちろん4大丈夫だったんですけど、私着た時に大きいかななんて思ってたら全然そんなことなくって、逆にこのタボット感、オーバーサイズ感が3より出るので、すごいそっちの方が可愛いってその時店員さんも一緒にいたんだけど3人で話をして、この4の結構大きめのものを選ぶことにしました。でこれね、なんて言うんだろうな、すごいこうイエローっぽくも見えるし、アイボリーっぽくも見えるしっていう、本当にこのね可愛いんです、すっごく。はい、で意外と首元とかもそんなに開きすぎず、結構メンズだと女性が着るとどうしてもこの首元が開きすぎちゃってっていうこととかもあるんですけど、全然そんなことなく1枚でさらっと着れるので、それもすごく気に入ってる部分です。で合わせ方としては、だいたい私はまあデニムで合わせたりもあったけど、シンプルに白のスカートとかで甘さを加えて合わせてみたりとか、しましたね。でね、やっぱ何より生地がめっちゃ気持ちいい。でスウェットも本当にシャツと同じぐらい春、私もうそればっかしか着てなくないってぐらい着るので、これはねちょっとやっぱいいお値段はするんだけど、買ってよかったなってすごく思ってます。まあ、だからなんか彼氏とかね、旦那さんとかとシェアするのもめっちゃいいなと思って、私は今これをね夫と兼用で着てはいるんですけど、こんな感じのカジュアルなアイテムを買ってみたっていう感じでした。はい、というわけで以上ですね、5点ご紹介してみました。いかがだったでしょうか。まあね、今回全体的に一つ一つのアイテムの値段が、まあ、ちょっとするんだけど、結構私の中では厳選して絞ってお買い物ができてるなって思ってます。やっぱ年齢を重ねるにつれて、すごいやっぱ自分の中で着たいなっていうお洋服であったりとか、やっぱりこう長く着るなっていうお洋服とかも限られてきたりとか分かってきたりするんですよね、やっぱり。だからそういうのもあって、割とちょっとお値段のするお洋服とかに、まあ逆にちょっと手を出してそれを長く着るみたいな感じがここ2年ぐらいは多いかなっていう感じです。でとはいえまだねちょっと気になる春服のアイテムはいくつかあるので、ちょっとねいろいろウィンドウショッピングしながら厳選してお買い物楽しんで、また買ったら皆さんにご紹介しようかななんて思います。でまたルックブックも今月予定してますので、
そちらでも使用していきたいと思ってます。はい、というわけで今日はこんな感じで最近買った春服をご紹介してみました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。Cause you're the one and only girl.